千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は親知らずの抜歯で下の歯はどうかという質問にお答えいたします。下の歯はどうか、下の歯はだいたい横に、水平埋伏といって骨の中に横たわってますなのでまっすぐ抜こうとすると7番目の歯、親知らずは8番目なのですがに当たってしまい、普通に抜くことは不可能です。なのでその時には、よく言われる歯を細かく割って歯茎を開いてなどという、一般的に怖い内容のオペになりますただ時間的には抜いてる時間としてはだいたい30分1時間かからない方がほぼです。長い方はさすがにかなり時間かかる方もいますが、下の歯は やはりと腫れ痛みも出しやすいので、よく先生と歯医者さんと話をして決心した上で抜くようにしてください当院での質問があれば何でもお答えいたしますので教えてください。